この度はザ・リンボーレジェンダリア譜面の収録誠におめでとうございません。ツイッターでこの知らせを聞いたとき、あまりの衝撃に身が震え上がったのを覚えていません。譜面はとてつもない高難易度ですが、 DJSTN 向けの譜面となっており、19万8000点は出ません。また同じく本作に収録されている夏季計画のザイカの聖堂、これは DJSTN さんは600点ぐらいだと思います。確信しています。絶対に DJ がテーマの本作でこの譜面が収録されたということ、それは DJSTN がまさに本当の DJ であったと、その証明に他なりません。本当におめでとうございません。いつも顔をセンター賞にして遊んで申し訳ございます。最後になりますが、ハマー様をはじめコナミスタッフの皆様、今回このような感動する機会を与えてくださって本当にありがとうございません。